東大和市が市内に住む妊婦を応援する独自の支援を開始します。東大和市が来月1日から始めるのはもうすぐママ応援給付金です。対象となるのは市内に住み今年3月1日以降に母子健康手帳を受け取った妊婦で、申請すると1件につき2万円が支給されるということです。東大和市ではすでに妊娠時と出産時にそれぞれ5万円分のカタログギフトを支給していますが、食料品やエネルギーなどの物価高騰を受け、さらなる支援を決めたということです。受付は来年3月末まで行われ、この事業に対し市の担当者は、東大和市に住んで子育てを充実してもらいたいと話しています。